サティを描いた絵画、サティ、サティは、ヒンドゥー社会における観光で、カフが夫の亡きと共に昇進自殺をすることである。日本語では、カフ紛士、またはカフ純士と訳されている。本来は、低粛な女性を意味する言葉であった。ヒンドゥー教のカフを夫の亡き柄と共に燃やす儀式、中国とインドの視覚的な歴史よりこの観光について、 ヒンドゥー教の法典に根拠となる記述はなく、いつ頃始まりどのように広がっていったのか、はっきりとはわかっていない。死書なきインドと言われているように、ヒンドゥーやバラモン教徒による古代インドの記録は存在しておらず、サティについての記録はヨーロッパ人やアラブ人の記録に見受けられる。古くは、紀元前4世紀にギリシア人が西北インドで、 カフフン氏の風習があった記録を残しており、中世にはインドの各地方に広まり、9世紀の中国とインドの諸情報第一の書や、14世紀のイブン・マトゥータ大旅行記といったアラブ人による書物にお記載が見られるようになる。17世紀のムガル帝国で支配者層であったムスリムはサティを野蛮な風習として反対していたが、 支配者層の絶対多数であるヒンドゥー教徒に配慮し、完全に禁じていたわけではなかった。その代わり、サティを自ら望む女性は大衆に許可を申し出る、容疑義無付け、ムスリムの女性たちを使って、可能な限り説得を行い、それでもなお希望する者にのみ許可を与えた。ただ、すべての土地に、ムスリムの大衆がいるわけではなく、説得が行われていない地域もあった。必ずしも、 家父のすべてがサティを望んだわけではない。中にはヨーロッパ人や家族の説得に応じて寸前で思いとどまった者もいたが、ほとんどの志願者は夫と共に焼け死ぬ低粛な女性として自ら炎に包まれた。炎を前におじけづいた者は周りを囲むバラモンに無理やり押し戻されるか、仮に逃げたとしても廃墟者としてヒンズー社会から排除されるため、 その最仮想のものに身を委ねざるを得なかった。場合によって、そのことを期待した者が見物に集まってくることもあったという。18世紀の初めには、サティはほとんど行われなくなったが、イギリス植民地時代の18世紀末以降、ベンガル地方の都市部で再び盛んになる。理由は、諸説あり、植民地時代の混乱の中でカフが、夫の勇気を宿す不吉な存在として、 不安の矛先が向けられたという説や、ベンガル地方の法律が、家父に相続権を認めており、夫の親族によって、サティを強制されたという説もある。イギリス東インド会社は、サティの問題を早くから認識していたが、セポイの反乱を恐れ、具体的な対処は19世紀以降になる。1810年代に入り、16歳未満、妊娠中、幼子がいる場合、 強制された場合を非合法とし、管理を立ち合わせたが、サティの件数は増大し、社会問題になった。1818 18年、ブラフもサマージの創設者で、ヒンドゥー社会改革運動家の先駆者、ラーム・モーハン・ローイが、宗教儀礼としての家父の仮想に関する議論の名録、という冊子を出版し、ベーダをはじめとするヒンドゥー教の法典に、サティの根拠が見られないとし、 その廃絶を訴えた。また、イギリス人宣教師、ウィリアム・ケアリーらが、サティー廃止運動の指導的な役割を果たした。ローイらの努力により、1829年に、ベンガル総督、ベンティンクによって、サティー禁止法が制定された。また、1830年には、マドラス、ボンベイにおいても、禁止法が制定された。結果、 禁止法の普及に伴って20世紀の初めには、サティはほとんど行われなくなった。が、禁止法が近代法制化された現在において、なお、稀にではあるが観光として行われ続けている。ヒンドゥーでは、死者は、焚き木の山に乗せ、改装車の前で仮装に伏す。地は汚れであり、火が死者を天に昇らせる、唯一の方法とされるからである。 その人の生前の行いの結果により、転生後の新たな生がもたらされる。変死した者、葬式を行わなかった者の,の霊は地上に泊まり、悪霊、亡霊として人に災いをもたらすと信じられている。灰は体の燃え残りとして川に流され、シンガポールやバリ島の一部地域を除いて墓は作られない。サティの儀式は、こうした夫の葬儀の儀式の後に行われる。 サティの儀式の最後には、夫の葬儀で用いた石を供養する、石の礼拝を行う。これらが終わった後で、家父は炎に包まれる。中世において、サティはその家族の宗教的な罪とがお滅するくどく、灯されていたが、必ずしも、自発的なものではなく、生活の苦難さによるもの、あるいは、親族の教養によるもの、さらには、薬物を利用したものも見られた。 マリ島では、サティの犠牲者と見られる魔女、ランダの説話が残されている。サティの種族は、インドの神話との結びつきを有している。インドの女児史には、定粛の証として、火による自殺を図った女性が二人登場する。数とは、ラーマーヤナにおける、ラーマの妻シーターであり、もう一人は、マハーバーラタにおける、シァの妻サティである。ランカー島の王。 ラーバナによってシーターは誘拐され、戦いの末、ラーマはシーターを救出するが、ラーマはシーターの低操を疑う。シーターは身の潔白を証明するため、成果に飛び込む。結果、シーターは火傷を負わず、ヒンドゥーの火の神アグニが現れ潔白を証明する。これは同様の成果による、神明裁判が古代インドで行われていたことを示している。 学者の娘サティは、シバと結婚するが、シバを心よく思っていない学者は、最儀に、バを招かず、怒ったサティは聖火に身を投じ死んでしまう。あとに、サティは、ヒマラヤの娘パールバティに転生し、再びシバの妻となる。サティの観光の起源を、女神サティに求める者も,もいる。 男女の寿命の差もあるが、家父より家父が圧倒的に多くなるのには、ヒンドゥーの婚姻制度に原因がある。幼児婚や持参金制度により、夫と年齢の離れた婚姻が成立し、それが結果としてサティに結びついている。ヒンドゥー教徒同士の結婚は、制約が多く、他のカーストや近親を避け、適当な夫を確保するため早々に娘を結婚させる慣習がある。 女性はまだ幼いうちに、突ぎ先の家に入り、成果ではなく突ぎ先のしきたりを覚え、男子を産んで、初めて発言権を得られるようになる。結婚年齢についても、マヌ法ンにおいては、男性30歳の場合、女性は12歳が最も良い。結婚年齢としているように、女性に絶対服従を求める男性にとって都合が良い,いよう、特に女性の相婚が伝統的である。 この年齢差が過去を多く生み出す要因となっていた。19世紀半ばには10歳以下の女性との結婚は禁止され、その後も徐々に引き上げられ、1978年の幼児婚抑制法では男子21歳、女子18歳に最低婚姻年齢が引き上げられた。違反したからといって婚姻が無効にされるわけではないが、1976年の婚姻法改正で、 婚姻の成立に関わらず、女子に幼児婚の否認権が与えられている。また、打平図と呼ばれる花嫁側に求められる多額の結婚時産金制度も問題であり、時参金の支払いができず年齢が著しく離れた男性との結婚を余儀なくされる場合もあるために、多くの女性が若くして家父となる一員ともなっている。ダウリの期は嫁側の社会的、経済的な地位や、 無垢の教育や職業によって異なる。娘を持つ父親にとっては多大な負担になり、女児の誕生が望まれない理由である。ヒンドゥーの結婚式は、大概の場合派手であるが、その莫大な費用もすべて、花嫁側の負担となる。ガンディも、多兵像要求する者はその者自身の教育と、国家を汚し、女性の名誉を傷つけるとし非難している。百六十一年に、 ダヘイズを禁止する法律が制定されたが、未だこの慣習は完全になくなっていない。伝統的なヒンドゥーの合同家族制度の下では、女性は結婚によって夫の家族に属し、扶養される権利だけを持つ付属物でしかなかった。マヌ法典に女子は決して独立に値せざりし、とあるように伝統的にヒンドゥー社会で女性の地位は低かった。古くは、 傾斜者部チャンドラセーンによるサティの廃絶とカフ再婚を認める動きが見られたが、近年、女性差別の撤廃、地位向上、社会進出へ向け法整備が進められている。ヒンドゥーにおける理想的な女性とは、定説を守り、献身的に夫に尽くす女性である。サティが、盛んになった19世紀頃、再婚は堕落とみなされ、カフは、厳しい禁欲生活を余儀なくされていた。 また、上位カーストでは、カフは、不吉な存在とされた。家族の中での差別に耐えきれず、誘惑に負け、不貧困のみならず、犯罪やエイジ殺しを犯したりする者も,もいた。再婚法の制定は、ヒンドゥー社会改革運動の主題とされた。しかし、再婚による待遇の改善をカフたちには、望んでおらず、また、婚姻慣習にも事実上影響はなかった。 再婚法の失敗以降、教育によって家父の自立を目指す運動が広がっていった。植民地支配を通じて人と情報の行き来が盛んになると、この慣習の存在について本国人の間でも伝え及ぶこととなり、そのため欧米諸国の文学作品においても、主に異国の奇妙な野蛮で非人道的な風習としてたびたび言及されてきた。 有名な例としては、マーガレット・ミッチェルの風と共にサリぬの中で、カフのスカーレットが、キリスト教の形式的な教義から亡き夫に、縛られていることを、レッド・バトラーが揶揄する言葉として登場する。と尋ね返して、バトラーの笑いを買っている。1872年に発表されたジュール・ベルヌの小説、80日間世界一周に、サティの儀式から女性を救い出す場面がある。 インドのブンデールカンド地方で、主人公のフォックとパスパルトゥーの主従は、王の葬儀に遭遇し、大魔で朦朧としている様子の女性を目にする。現地に駐在するイギリス人のサーフランシスは、主従の疑問に対し、生贄であり、自発的なものであると答える。そして、サティを行わなかった場合、カフが暴富の親族から、どのように扱われるか説明がされている。翌朝、 サティの儀式が行われる前に、この女性、アウダは救い出され、世界一周旅行に同行するようになる。古い日本語における恩赦。1963年初版発行の江口清志翻訳による80日間世界一周などがサティ表記を採用している。世界歴史体系南アジア史に中世、金星 P324。 世界の女性史15サリーの女たち P245 中国とインドの諸情報第一の諸 P68 大旅行記、P309 から313ムガル帝国史 P94 から108ベンガル地方やアッサム地方のヒンドゥー法は改革派と呼ばれるダーヤバーガ派に属するそれ以外のインド全域は正統派と呼ばれるミタアクシャラー派に属する年 ローイのまだは会議医師が、サティーによって死んでいる。キリスト教歴史2000年史、P572782 年、ニザー・ムハン王国の領土であった北デカンのジャールナープルでの儀式の様子である。東インド会社のイギリス人がたまたま通りかかり、儀式の様子に驚き、カフを駐屯地に連れて帰ってしまった。インド神話入門 P99、インド神話入門 P39、 ありがとうございます。